新馬和也君国民民主党は本法案に賛成でございますので、えー、以下、質疑を続けていきたいと思います。まあ、自衛官のです、ね、給与制度の主な特徴の一つに、まあ、自衛官にはです、ね、いわゆる超過勤務手当、残業代や休日付給、そして夜勤手当、まあ、こういったです、ね、いわゆる超過労働に対する、 手当が支給されないという問題がございます、まあ、その代わりにですねいわゆる聴覚勤務手当の21.5時間分をこの手当を相当としてあらかじめ、えー、報給の中に組み入れて報給表を作成しているということはご承知のとおりでございます実はこの点に関しまして私平成元年のこの外交防衛委員会で 質問をさせていたただきましたつまりは、この超過勤務手当相当分がですね適当なのかどうか、ぜ、ま、ひ、あ、検討するために、超過勤務時間を把握すべきではないかと質問をさせていただいたところ、まあ、当時の人事教育局長がですねこのように答弁されました、超過時間があ勤,務勤務時間外の勤務の実態把握を含めて、検討を進めていると、まあ、こう答弁されました。 まあ三年が経って令和四年になったわけでございますが、この実態把握はどうなっているでしょうか。防衛省町田人事教育局長、お答えいたします。令和元年11月14日の本委員会における当時の人事教育局長の答弁は。 自衛官に事務官等に導入しているような勤務時間外の勤務に対する上限規制の導入を検討するにあたり勤務の実態把握を進める旨お答えしたものでございますこの実態把握においては内部部局各幕僚幹部等に勤務する自衛官を対象とした調査を行いましたが 上限規制の導入が困難であると考えられた部隊等に勤務する自衛官は対象とはしておりませんでしたしかしながら、えー、厳しい安全保障環境下の下で各種の事態に持続的に対応できる体制を確保しつつ隊員が心身ともに健全な状態で能力を発揮する環境を整備する必要があることは当然であります現在 部隊等に勤務する自衛官の勤務実態を把握する方法について、前向きに検討しているところでございます新馬和也君現状で、ですねこの21.5時間というのは、妥当な数字なんでしょうか町田人事教育局長。えー 今申し上げました、この令和,2年から令和2年10月から令和3年3月までの間の在庁時間を把握するために実施した調査の結果でございますが、調査対象期間ごとに、在庁時間に一定の差のあることは確認しましたが、同一の期間に勤務する事務官等と自衛官との間においては、在庁時間の 差はは大きなものは確認されませんでした,こう,たこういたしました実態も踏まえて令和3年4月から内部部局に勤務する自衛官について事務官等に導入しているような原則として勤務時間外の勤務を月45時間かつ年間365時間以内とすることなどを内容とする上限規制を導入したところでございます。 したがいまして、この内部部局、それから陸リーク海空幕僚幹部におきまして、超過勤務のキャップが月45時間というものがつけるのが確認されましたので、先ほど申し上げましたように、私たちといたしましては、部隊等に勤務する自衛官の勤務実態を把握する方法について、前向きに検討してまいりたいと、そのように考えております。 あと、えー、今ご指摘のございましたあ自衛官は有事、速報の原則に従いまして、えー、常時勤務体制の元にありまして事務官等と同様のその都度超過勤務を命ずると即応制にかけることから、超過勤務手当を支給せずその代わりに報給の1割分、えー、委員ご指摘のございました21.5時間相当を超過勤務手当分相当 超過勤務手当相当分として、応給に切れ、えー、繰り入れているところでございます、なお、この水準につきましてですが、他の公安職の公務員に支給されている超過勤務手当との均衡等を考慮して、えー、設定しているところでございます新馬和也君、大変丁寧な答弁、ありがとうございました、おそらく中には21.5時間を超える時間を実際、勤務されている方もいらっしゃると思いますので。 ぜひそういった方々のことも考慮して、鋭意、この問題は見直していっていただきたいと思います。次にですね、令和3年1月に、当時の河野内閣府特命担当大臣が記者会見でこう言いました、残業代は全部つけて、それに対して残業手当を全額支払うと、それをとにかく徹底していきたいと思いますと、まあ、令和の小発社、河野太郎にしては素晴らしい発言でございますが、<laughs> ぜひ、両省にですね、 まさか残、ざあの、サービス残業っていうのはないですよね。防衛省芹沢大臣官房長。はい、お答えいたします。超過勤務体制につきましては、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられまして。現に勤務した場合に、その時間、その時間について支給することとしてものでございます。 防衛省におきましては、長時間労働の是正をはじめとした働き方改革、これをしっかり進めるとともに、命じられた懲戒勤務に対しては確認することによって、手当を適正にし払っておりますので、いわゆるサービス残業については確認されておりません外務省、清水大臣官房長お答え申し上げます。外務省におきましては、近年においては、いわゆるサービス残業はないものと認識しております。 外務省におきましては各職員が使っているパソコンのログなどによって外務省に残っている時間、在庁時間の客観的な把握などに努めながら各職員がどれぐらい聴覚勤務があるかということに対してそれを把握した上で えー、と残業の命令を出し、100%の超過勤務手当を支給しているところでございます新馬和也君、まあおそらくですね、えー、まだ管理職になって以来、国家公務員が申請したものに対しては全額当然出てると思うんです、ただ問題は、実際10時間残業しても、6時間しか報告しない、これでは意味がないわけでございまして。 実は昨年4月にですね株式会社、ワーク・ライフ・バランスという会社が、2月と3月に国家公務員の残業代について全額支給されたかどうかという調査を実施をいたしました。国家公務員316名の回答を得ましたが、結果、この河野大臣の指示後も、3割が残業代を正しくもらえていないということが判明しました。特に防衛省は、任務の特殊性もあるかもしれませんが、このうちの全体の12%。 国交省、厚労省に次いで厳しい数字、で外務省はですね2.5%となかなか頑張ってるんですけれども、加えてその時のアンケートで、この残業についてですね、残業の不払いをもう諦めていると、71%、モチベーションが低下している42%、転職を考えている26%、これはゆゆしき数字だと思うんですね。両大臣、ぜひこういう現状をですね、 踏まえて河野大臣が全額払うと言ってくれてるんですから、ぜひお願いをしたいと思います。で、この令和3年の河野太郎大臣の指示もあってがです、ね、各省の例年の超過勤務手当予算、いわゆる残業代予算がです、ね、大幅に上回る額のいわゆる概算要求が出されたと承知をしてますが、まあ、それどころかですね、本年3月22日の朝日新聞の報道によりますと、 令和4年度の残業代予算が前年度と比べ18%増、そして各省庁が出した概算要求額を385億円上回る、385億円を上回る402億トンで8000万円で増額制度増額査定となったという報道がありました。 これに対してですね、説明を求められた当時の大家財,財務副大臣は、参議院の内閣委員会でこう答弁されています。一部、増額設定になっ,たとな,なっている省庁もありますが、これはこの方針を踏まえ、概算要求後に、在庁時間等のデータを提出していただき、各省庁と調整した上で、必要と見込まれる額を計上し,ても計上したものでありますと、ご答弁されています。そこでお伺いします。 令和4年度の超過勤務手当を外務省、防衛省は的確に執行されているんでしょうか、端的にお願いします。芹沢大臣官房長、はい。お答えいたします。令和4年度予算におきましては、防衛省、これ総理省も含みますけれども、超過勤務手当としましては、115億円を計上してございます。防衛省としましては、マニュアルの作成、配布等をいたしまして、適正な勤務時間管理の関する省内の周知徹底を行いまして、明示した超過勤務に対して適切に手当を支払い、 関係予算の時に執行してきております。以上でございます。外務省清水大臣官房長。お答え申し上げます。外務省の今年度令和4年度当初予算における超過勤務手当は約31億円となっておりまして、先ほども申し上げましたように、各職員の超過勤務時間数の実態把握に努め、その上で。 必要な適正な超過勤務時間数に対して100、100%の超過勤務手当を支給しているところでございます新馬和也君では、ですね令和5年度の概算要求の額に、両省は、ですね在庁時間の実態を踏まえて、必要と見込まれている額をしっかりと概算要求されておりますか防衛省、芹沢大臣官房長、はい。お答え申し上げます。 令和5年度の概算要求におきましては、防衛省、装備庁を含めましてございますが、における超過勤務手当の予算としましては、117億3000万円を計上してございます。令和5年度の概算要求につきましては、新型コロナウイルスへの対応、それからミサイル発射など緊急時に対する対応、こういったことで業務が増加しておりますので、これまでの在庁時間の実績を踏まえて、必要な予算を計上しているところでございます。 防衛省の事務官等は、危機管理省庁の一員として、自衛官と一体となって勤務をしておりまして、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと不可実で済ます中で、職員に命じた超過勤務に対して、手当が適切に払われるよう、今後とも必要な予算の確保に進めてまいります外務省、清水大臣官房長。お答え申し上げます。令和5年度概算要求におきましては、G7 広島サミット対応などもあり、 山積する外交課題にしっかりと対応できるようにするためまた委員御指摘の前年度の超過勤務の実績も踏まえ必要な金額として約32億円を計上しているところでございます残業した職員に対して、えー、手当が適切に支払われるよう必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております新橋和也君それでは最後に財務省にお伺いしますが、まあ、財務省は昨年のようにですね 財産要求の査定の際に、えー、増査定となる可能性も含めて、財産要求後にですね、在庁時間等のデータを出していただいて、えー、調整を行っているのか、それ財務副大臣にお伺いしたいと思います秋野財務副大臣、はい、令和5年度の時間外手当予算につきましては、 あの令和4年度における人事管理運営方針において働き方改革を進めながら必要な予算の確保に努めることとされておりますこの方針を踏まえて昨年と同様に概算要求後に在庁時間等のデータを提出いただきましておりますで引き続き必要と見込まれる額を各省庁と調整をしてまいります新馬和也君、えー、私はですねあの短い与党時間に 防衛副大臣と外務副大臣、両方学ばせていただいて、本当に両省には優秀かつ人格を持ったれた公務員がたくさんいらっしゃることを肌で感じました。他方でこの方々がお,お,おそらく民間に行ったら、桁が違うようなお給料をもらえるんだろうなと、しかしお国のためにですね、役所に来ていただいた、でこれだけ円安が進みますと、ですねいい人材は外国から日本に来ない。しかしか優秀な人材は 外国に流れていく静岡のマクダナナルドのアルバイトは今980円ですアメリカ平均30ドルなんですねアルバイトだけでもこれだけ格差があるので専門的な知識を持った人間というのはもっとですね今評価が格差が出てきていますぜひ優秀な人材が今まで以上に役所に入っていただくようにですねこの給与面残業代等々 しっかりと適正に処理をしていただきたい、そのことを申し上げて質問を終わります。 た